日本はですね、だん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 狂ってる方向にですね、向かっててですね、もうどうにもならなくなってる。で、それがですね、今のこのね、ブー内閣ですね。えー、ブー内閣によって明らかになっております。まあ、この魔人ブーがですね、そもそも自民党の総裁選で勝つなんてことは誰も想像してなかったわけですね。この魔人ブー内閣がですね、昨日か。昨日確か内閣総理大臣になって、閣僚が発表されたんですけれども、まずデジタル担当大臣。 タイラなんとかっちゅうおっさんですね。まあ、このおっさんがですね、実はあの、生放送をやってたんですよ。生配信ずっとやってましてですね。で、今日の生配信は、閣僚の認証式があるからね、できませんっていうことを書いたんですね。SNS で。そしたらそれに対して、猛批判がね、コメントで出されたんですよ。なぜか。このタイラっていうね、デジタル担当大臣がですね、おっさんが、実はですね、11億円詐欺でね、とっ捕まった会社からですね、260何万円、266万円だったかな。 の献金を受けていたっていうことで、これ、同期的責任以外にも、刑事責任が問われるですね。あんた案件なんですね。いきなりだから、任命したその日にですね、文春がこれ発表しちゃったんですよね。文春法とか言うらしいんですけどもね。お前何やってんだよって話ですから。 いきなりだって、任命初日にあんたこんなことをばらされてるわけですよ。いや、こいつはあの、11億円詐欺企業からあの、献金受けてましたよってなったんですね。で、それだけじゃないんですよ。それだけじゃなくて、外務大臣でしたっけね。外務大臣も外務大臣は外務大臣でまた、品企業から献金受けてたっていうことでしてですね。えー、出てるんですよね。もう、自民党っていう政党そのものがですね、ドイツもこいつも金まみれなんですよ。どうにもならないんですね。だから、 名目上、裏金議員は使わない。坪市、カバコを推薦した人間20人のうち13人が裏金議員なんですね。裏金で処分を受けてる人間なんですよ。で、この裏金議員を自分は受け入れないってやったのがブーだったんですけども、そのブーの中に、実は品企業から献金を受けて、違法献金だったらしいんですけども、違法献金を受けてる。あるいは11億円詐欺からですね、詐欺企業から献金を受けてるっていう人間がいた。 もう結局誰がやっても同じなんだっていうことなんですよ。結局じゃあこれカバコがね、総裁になってた時はこの裏金議員たちをどんどんね、投与してたわけですよね。だから多分裏金内閣って言われてたでしょうね。もし彼女がですね、総裁になっていたら裏金内閣。で、マジンブーがですね、内閣を作ったら今度は違法献金内閣でしょうかね。え、統一協会の教祖の息子、ヤクザじゃん。ヤクザがあんたカバコを押すっていうね、もうだからどうしようもないんだ。 っていうですね今の日本でね、今の日本で日本のね、評価できる内閣っていうか、日本を救える内閣あるわけねえだろうって話なんですよ。